はい、どうも、タクタクです。隠し神と夏の夕べやっていきましょう。もうすっかり、日も落ちて、夕べなのか、これは。なんか出てる。大丈夫か？これは毛だな。強みは弱みに。弱みは強みに。一体誰が書いてるんだな、これは。カラスさんか？これは火の玉？火の玉が 1,2,3 ちょうどなんか色とマッチしてる気がするのと、わなんていう妖怪、これもなんていう妖怪、顔が琵琶の男性、ペペン。はい、こいつらはなんだ。おい、ちょっと聞きたいことが。おお、やっと参ったか。我らを待たすとは大した奴らよ。お前たち、ほおずきを持っていたら、この子に渡してほしいんだが。それはできんそうなんだ。もうすぐ夜が来る。諦めるがよい。ダメだ。なあ、ただでくれとは言う、くれない、というなら、何をすればいいんだ。くどい休め。ダメなものはダメだ。だが、我らと勝負をするなら話は別。我らと競い、見事勝てばほおずきをくれてやろう。それ以外に道はない。はいはい、わかったから、具体的に何をすればいいんだ。もちろん、知恵比べである。いや、ん？鬼ごとである。いやいや、謎かけである。揉めてんな。ぬーん！何してんだ、こいつら。我が、あ、それぞれ、大きな、鼻の大きなとかなんか特徴があったんだね。正しいのである。今すぐに意見をまとめてくれ。しばし待て。おう、何すればいいんだ？まとまるまで。あいや、待てい。人間の娘、お主は我らと隠れ鬼をするのだ。結局遊びか。遊びではない。勝負は全部で三つ。三回ね。一度でも負ければお主の大事なものをもらってゆく。まずは我と勝負だ。準備できたらもう一度ここへ来るがよい。ということは、このパターンからすると、また、この辺の人たちを味方につけなきゃいけないわけだな。これはなんだ、ぬらりひょん、ぬらりひょんじゃない、これなんだ、肉の塊、むぎゅ、う、臭い。どういうこと、この人は、この人なんか頭良さそうな、首が多い男性、俺に何か用かい。三つの首について、あれは見てわかるように、おのおのがなかなか個性的なやつらでな。目の大きなやつは目が、耳の大きなやつは耳が、鼻の大きなやつは鼻がいいんだ。それで力でも合わせりゃすごい奴らなんだろうが、いかんせん奴らは仲が悪い。あの調子で四六時中喧嘩しているんで、まともに相手をしているとこっちが参っちまうぞ。なるほど。でもって、頭がビアの男性は、あいつ、この間顔の弦が切れちまってな。それ以来、とんと奏でなくなったんだ。やかましい奴だと思っていたが、静かだと、それはそれで寂しいもんだな。なるほど。糸を持ってってあげればいいのか。肉の塊は、あれか、あれは何を考えているんだかわからんやつだ。気はいいやつなんだが、いかんせん匂う。性分とはいえ、あまり付き合いたくないやつだな。解決してないな。なんでもない。世の中にどうやったってうまくいかない時もあるんだよ。どうにもこうにもな、こうにもってな。なんか意味がありそう。この髪とか。毛だな。なんか調べられてないとこがあるのか。この火の玉とかどうなの？これは調べられないの？こいつなんか、こいつだけなんか捕まえれそうな。っていうわけでもないか。赤いリボン。勝負してみます？じゃあ。なんか、他にも、切り道が、ない気がする。あ、待って。よく見たらなんかこの辺にさ、提灯お化けみたいのもいるよ。ほれ。顔のある提灯。なあ、姉ちゃん、火くれよ。はい。持ってねえじゃん。火ね。この火は持っていけそうにないな。他にいいものがないか探してみる。これはダメなの？こういうの。あ、毛を燃やす。
これは毛だな。何かこう、やっぱあの青い日とか違う？火の玉は触れないんだよね。どう頑張っても。この人は？ペペン。あ、このさ、毛とさ、この人の相性なんじゃない？多分。ちゃうのかな？これは。なんか持っていけそうな。あ、もう一回聞いてみればいいのかな？ちょうちんはちょうちん。火をつける道具について、これだ。ん？ああ、火打ち石ならあるの？あ、やった！使うときは気をつけな。ありがてえ！そっか、まあ、タバコ吸ってるから確かに。火を。はい。おう、火打ち石があるじゃないか。早速これに火をつけてくれ。お、大丈夫。提灯ごと燃えなくてよかった。へ、借りができちまったな。ん？よく見りゃ姉ちゃんは人間じゃねえか。まさか俺たちの仲間になりたいのか？そういうわけではない。バカを言うな！この子は家へ帰るんだ！そう、噛みつくことねえじゃねえだろ。噛みつくことねえだろ。せっかく助けてやろうと思っているのによ。助けたぞ。ああ、そうだ。人間の姉ちゃん、目の大きな首と勝負するときは任せときな。俺から一番近い場所に隠れりゃあいつの目をごまかしてやるよ。あ、なるほど。明かりでってことか。ふっ。やったやった。こうやってどんどん仲間を作っていくんでしょうね、多分。これは毛だな。ペペン。ありがとう。あ、でもあれか。相談してみようか。最初は目の大きなあいつと勝負らしい。確かにあの目ならな。いや、ああ。これ一つずつ戦っていくってことかな。こうやってやっていけば、もっとスピーディーに攻略できたんだな。まずは我と勝負だ。準備はいいか。はい。わはは、我のよく見える目でどこに行っても見つけてやるぞ。第1回戦では隠れるのである。うん。一番近い場所ね。こうかな？ OK。どうどう？では探しに行くぞ。シュールな絵だな。足がっつり見えてるけど。今だ、フラッシュ。よう、首のさん、こっちを見な。フラッシュ、うわー、眩しい。目くらまし。見えん、見えんぞー。これはたまらん、降参でやるー。やった。一回戦クリア。次は我と勝負なのである。準備ができたらし、でき次第、参るがよい。耳ということは、これか。ペペン。ん？顔の弦がないな。これでしょ、これでしょ。さっきは暗くて分からなかったが、この毛、どこかおかしいな。目がパッチリしている。白い毛が混ざっている。ああ、その通りだ。しかも、これは毛ではなさそうだぞ。弦か。ほら、一本だけ本体と繋がっていない糸みたいなやつがあるだろう。え？え？こいつは引っ張れば抜けそうだ。みそ、どれが本体と繋がっていないか、選んでくれ。え、待って。今、目で追っていい？目で追うと、4番！古い弦を手に入れた。楽器の弦か、なくしたやつは困っているだろうな。よし、これを、持ってきたよ。ペペンペペン！みずほの持っている弦は、ひょっとしてこいつのもんじゃないのか。弦を渡す。ペペンペペン！やったぜ。喜んでる、喜んでる。よかったね。わかった、わかった。嬉しいのはわかったが、今は勘弁してくれ。見てる、わかる通り、この子は人間でな。夜が来る前にここから返してやりたいんだ。ペペン。なんだ？まさか手助けしたいのか？ふん、みずほがどうしてもと言うなら助けてやってくれ。本当は僕一人で十分だがな。ペペン、ペペン。ちょっと、記録を。固まったと思ったら
大丈夫かな。はい、記録しまして、これでじゃあちょっと戦ってみますか。なあ、我の大きな弓でどこにいても見つけてやるぞ。結局これもかくれんぼってこと。はい、では隠れるのである。まあ、ここってことなんでしょうね。近くに隠れる法則ですね、多分。では探しに行くぞ。こっちはベベンベベンベベンでしょう、どうせ。探してる探してる。こっち来るぞ、ペペンペペン。ぬぬぬ、うるさいうるさいぞ。これでは何も聞こえん。降参降参でやる。鬼ごっことは、最後は我と勝負なのである。覚悟ができたら呼ぶのである。花の人ですね。ということは、花の人は絶対これでしょう。むぎゅ、う、臭い。むぎゅむぎゅぎゅ。なんだその動きは、何か言いたいのか。むぎゅ、まさかそれで踊っているつもりか。むぎゅ、あー、いや、誰も下手だとは言っていないぞ。ただ音楽もないから分かりづらかっただけで。むぎゅ、お前危ないだろ。むぎゅ、ふん、僕は悪くないぞ。こっちのやつと一緒に、あれなのかな、組み合わせるのかな。音色を褒める。ベベン。お、顔がビアの男性が仲間になった。おー、すごい。からの、むぎゅ、あ、どうすんの。ベベン。話してるのか。むぎゅ、おう、仲良くなった感じ。これはむぎゅー、機嫌治ったようだな。これでもしかして協力してくれる感じかい。めぎゅ、みずほ懐かれたな。ということはこれでいけんのかな。準備いいよ。こいつがでかい花なんだ。まあ、近くに隠れりゃいいよね。あれ、隠れられないけど。あ、あ、そういうことか。隠れる。これで追い払ってくれるんでしょうね、多分匂いで。では探しに行くぞ。くんくん。まあ、匂いの人はすぐ分かりそうだけど、まあ、そっちも行ったか。でも悪臭だから、この辺で鼻が曲がるのでは。ぐっ、むぎゅぎゅ、うぐぐ、匂い臭い、これはなんだー。グオー、鼻が曲がる。降参降参である。無事3人倒した。なんとこの勝負お主の勝ちか。耳が負けたせいである。鼻が負けたせいである。目が負けたせいである。ぬーん、貴様が、貴様が、貴様が悪いのである。仲良くしろよ。おい、誰が悪くても構わんが、約束のものをこの子に渡してやれ。こんなもの勝手に持っていけ。やった、ほおずきゲット。さあ、みずき、みずき、みずきってね、みずほ、ほおずきと、みずほが混ざった。もう、時間がない。すぐに行こう。よし。行くぞ。間に合うか？間に合わないのか？ぴょん。最後のほおずき。これで、無事脱出でしょう。これ大丈夫そうだな。さあ、ぐずぐずしていると、すぐに夜が来る。急いで家に帰ろう。降りよう。ありがとうね。玉木ともお別れか。ここを降りれば、今度こそ、君の世界へ帰れるはずだ。下ればね。さあ、行こう。玉木。僕が行ってやれるのはここまでだ。ここから先は一人で行けるな。また会いに来るでいいんじゃない。
できない約束はしない方がいい。君のためにも僕のためにもだ。ほら、早く行け。もう二度とこちらへ来るんじゃないぞ。さよなら、みずほ。達者でな。なんか切ねえ。また会いたい。お稲荷さん備えに行けばいいのかな。お、まだ夕方だ、こっちは。お、また。ああ、暑いなあ。夏は好きだけど、こんなに暑いと秋が恋しくなっちゃうよ。みずほ、また近道するの？でもそこの神社ってこの間の台風で壊れちゃったんじゃなかったっけ？マジで？私もお母さんから聞いただけなんだけど、建物自体が壊れちゃったんだって。まあ元からすごく古かったし、手入れする人もいなかったからね。もう建て直しはしないって街で決めたらしいよ。みずほ？みずほー。本当に？壊れちゃった？わあ、本当だ。ね、壊れちゃってるでしょ？瓦礫も夏が終わる前に全部片付けちゃうらしいよ。みずほってよくこの神社来てたね。来てたのね。いい家にしようかな。だって、わかんなかったもんね。どっちなんだろう。どっちなんだろう、いい家かな。そうなんだ、神社ってあんまり来る機会ないもんね。私はね、すごく小さい頃お母さんと一緒に来たことがあるんだ。って言ってもあんまり覚えてないんだけどね。その時お母さんに教えてもらったんだけど、この神社には昔からいい神様がいるんだって。それでその神様の名前は忘れちゃったんだけど、確か、玉木だ。そう！真っ白い姿をした優しい神様なんだって。あ、その顔は信じてないでしょう。ずっと昔に姿を見たって人がたくさんいたって話なんだから。その神様大丈夫かな？それともどこかへ行っちゃったのかな？切な。何これ。玉木はどうなった？エンドに神隠れと夏の終わり？え？タイトルへ戻るしかないけど。え？え？ちょっと待って。分岐なんかあった？ちょっとわからんけど、じゃあ調べて、次回、エンド1を目指そう。マジか、2つあるの、エンド。もしかして壊れないパターン、あるのかな？ちょっと探してみます。はい。というわけでまた次回もよろしくお願いします。ではまた。